はいどうも、アクゾブライです。龍が如く7、初見プレイ実況続きでございます。お久しぶりでございます。収録は9月です。はい。もろもろ、前回、ボコボコにされましたんで、今回、見事リベンジを果たしまして、なんか見慣れない仲間がいますよね。はい。まず説明すると、鎌竹恵里さん、一番成果の、人ですね。はい。まあ、まあ、この人が仲間になったということは、一番成果がすごい軌道に乗ってるということです。はい。まあ、それはまあ、どっかのタイミングで説明しましょうか。で、難波さんを一回ちょっと仲間から外してます。こうすることによって、多分、まあ、多分わかんないけどね。わかんないけど、味方とかにね、なんかいろいろと、なんかあった時とか、一応交換とかできるんじゃないかなということで一応外しております。それともう一つ、ですね、まあお金なんですけども、あとお金と武器か。武器もね、いろいろ変わりまして、ジョブともね、ジョブも全部変わったんです、実は。あれからちょっと攻略サイトとか見て、足立さんを解体屋。で、サエコをアイドルにしました。まあ、エリさんはそのまま、まあ、お事務員でやってもらうんだけど、で、春日を、勇者に戻しました。はい。これが一番ベストではないかという、あれらしいです。はい。で、僕が目指しているのは、コンビニ、ATM があるところなんだけど、そう、お金もね、実はお金があるんですが、お金がですね、とんでもないことになりました。はい。ちょっと ATM があるところ、ATM があるところないかな。そう、いろいろとね、裏で作業してたんです、実は、こそこそ。一番近いコンビニ、ここか。逆サイド行っちゃったな。もうね、お金がすごいことになったんですよ。はい。で、一番成果をやるってことは、株式総会とか、もろもろね、いろいろとクリアするとお金がもらえるわけですよ。で、あとはその、お宝とか、もろもろ売って、お金を捻出したんです。で、そうすると何が起きるかって言ったら、すごい、配当とかで、お金とかがもらえるわけ。お宝も、売れると、お金も絶対ね、取れるわけですよ。で、そうしたことが重なりに重なった結果、僕の預金はですね、現在297万です。はい。あ、300万ぐらい預けとくか。そう、実はもう300万ぐらい、もう、預金が集まりました。はい。ホームレス脱却でございます。はい。ホームレス脱却したからといって、なんか変わるかって言ったら変わんないんだよね。ただ単に敵を倒しに行って、敵を倒して、まあ、平和にするっていうのが一番のお仕事でございますからね。はい。ということで前回、ハンジュにボコボコにされたんでね、もうアイテムも、アイテムもほぼ準備できました。武器も変えました。ね、この角材だったり、定規だったり、ハンマーだったり、バスタードソーダだったりとかね。ということで、行きましょう。リベンジ。まあ、リベンジっつっても、内容は全部カットです。反順義戦、反順義か。反順義の戦いまでカットです。さあ、ここまで戻ってきたぞ。さあリベンジマッチといこうじゃない。まずはよし、やべ、通り外で全然ちげえ。よし。守備の通りも全然違う。やべえ。よし。オッケー。全然ちげえ。すげえ楽。これも初めて見る。オッケー。羽交い締めの極み。いやー、やべ、全然通りが違う。やべ、全然通りが違うじゃんな。よし。やっぱレベルアップってやっぱラリアねんだな。やっぱり通りが違う。やっぱりダメージの。はい、よいしょ。まだだ、まだ。じゃあ最後はよいしょ。すっげえ楽。やっぱり今までのこの1週間ぐらいの努力は無駄じゃなかったんだな。よーし、いいぞ。さあ、ここから未体験だ。やるもんですね。そうだろ？レベルアップは無駄じゃなかったんだよ。逃げるぜ。ナンバー1番。立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。で、欲しかった映像を多分、いや違うな。トムジュ戦闘員、まあこいつらに負けるようじゃダメだな。いいね、流れるように倒していく。さあ、自動で逃げるんだよね、ここはな。やってくれたね、春日一部。ええ、やりましたとも。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないド S のアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。やれるもんならやってみな。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな昭和の女。出ないと痛い目見るよ。やっぱ女の敵は女か。次。早く始末しな。そうか。ああ、なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでやる。動けるうちにあんた行け。でもいいから暇はねえ。行け。でもお前らなんとかする。それにあんたが生き残ってなきゃお父さんの行方は誰が追うんだ。そりゃそうだな。俺は弟を探すためにちの恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。いいから行けよ早く。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツっていうか気持ちは同じだっての。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番しつけえ。早く行け。すまねえ。いやちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ孫一さんよ。さあ第3ラウンド。そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。それどういう意味？セリフなのは男受け悪いよサンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。まずはお前からだ。さあやっつけたよ。あとはあんただけだ。どうする？お前たちの力を見誤っていたよ春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。彼？ああ、ハン・ジュンギ。ハン・ジュンギまだやんのか。あらったナンバのイジンチュエソパンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒやったねお前たちが自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば異人町は無種の地となり瓦解するんだ、瓦解。偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。そんなバカな、でもそれってクリーンな町になるってことでしょ。いいことじゃん。まあな、簡単に言うんじゃない、町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんた難波を探し続けるつもりか。当たり前だ。難波はまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。そうだね。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても当たり前だじゃあ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける、じゃああとはお互いの根比べだ。どっちが先に根を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ、本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろうまったくなんて野郎だ。そう向きにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもらえねえか。あいつは余計なことをあちこちに行ったりしねえさそれはもう私の一存では決めかねるの。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。コミジュルのトップだとは言えだよ。カスはあ、今夜2時、中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンパを生かすも殺すもその人間次第。オッケー、なんだと遅れるなよ。よし、午前2時ドンビーレイト。オッケー。平安楼で何があるってんだ。さあな、俺に分かるわけねえだろ足立さん。夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああ、ならそれまでに調べときたいことがある。調べときたいとこ。ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジルを探ってた。そうだね。そういう話だったよな。そうだそうだ。うん。孫飛はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだ。ああ、そこね。そいつを調べたいんだ。オッケー、行きましょう。何か手がかりが残っていれば、コミジルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか。ちょっと今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。まあ仲間が離脱しました。まあもともと離脱してるようなもんだから大丈夫。一番成果の子が、いや今はちょっと名前が変わりましたね。はい、後でちょっと動画見せましょうか。動画っていうか後で新しい本社ビデオを見せましょうか。とりあえず戦闘は3連戦をどうしようか、カットしてるかしてないか、ちょっと僕の気分で、やってます。はい。戻ってきたね。行こう。タクシー。これを最初から使えばよかった。わざわざタクシー乗り場探さなくてもよかったじゃんな。今まで。何やってたんだ？まあいいや。まあもう、過ぎたことしょうがないから。よし。ホームレス街に行きます。邪魔すんで。おう、そんな娘を連れてくれないんだからここは。村長、ナンバーどうした一番。でもしてね、相手の事情も一緒にです。あ、さらのかナンバーを助けるためなんです。ご理解ください。そうか、何も言わん。調べてすぐ出てきますから。パート2以降で、お、懐かしい感じだな。ここだ。いうか、汗カビ何なのこの匂い。ああ、なかなか強烈だな。何かねえか。何もね、責任に手がけられるようなもん。あの中とはあの中なんだろうな。パソコンだ。普通、ホームレスが持ってるもんじゃねえな。ビンゴだな。大丈夫、私が開いてみるから。早く、そう。休みだ、起動いいから黙って見てなさい。そうだね。俺がでは黙って見てよぜ。まあ、店の顔にパソコンでやってからね。尊敬した。はい。よろしくお願い申し上げます。偉人帳案件、仮原案。秋葉正一。難波の弟だ。偉人帳の裏社会で捨てられ続けるね。その偽札。裏その真相に迫るか。荻窪豊か。はー。おい。見ろよ。一冊の噂がただ50年以上前。古い資料を頼みに調べつくってか。優秀じゃねえの、ナンバーの弟くん。ねえ、これ、本当かな。作られた一冊は、与党の重鎮にも流れたって書いてある。与党の重鎮、名前は、古久保幹事長。まあ確かに古久保の地元は横浜だが、そんなものが、まさかな。これ後ろに映ってるのって荻窪豊か。どういうやつなんだ。民主党の長老だ。年齢もさ80を超えている。とはいえ今の総理も荻窪の稲荷だって評判だ。発言力が大ってことだな。いわゆるフィクサーって感じよね。黒幕だな。なんだかうさんくさいようにしか見えないけど、いや大物政治家にがちなダークでスキャンダラスなイメージとは程遠い人間だ。だからこそ政治家として息が長く続いてんだろうな。でも仮に偽札が織り込み流れてるんだったら、コミジルは荻窪とつながってるってこと。あの昭和の早期ともうん。だとしたらコミジルじゃなく、ハンピー・ニューマンとの噂も関係ない。帳簿か、そうだよな。あいつも原料紙を提供して偽札作りに噛んでただろ。ただ正直記事の中にはこれといって根拠が見当たらねえな。オリバがどうだっていうのは噂話しかしなくてね。この記事は世界に読んでも根拠がない以上。ああ、そうだよな。実際に偽札の存在確認した。嘘とは言い切れない。つながりがまだ無理がある。そうか、そうだったんだ。そもそもな、弟が帰ってこの記事の内容を全部知ってたわけだよな。そうだよな。だからポケットを見た時に、あの時はすっとぼけてたけど、胸の中じゃ穏やかじゃなかったんだ。そうだよな。くそ。待って、まだ次やったら返してもらおうか。ああ、2時だったな。荻窪か政治家がまさか。そんなまさかだよな。いや、ありえない。ありえねえな。ありえねえよな。あ、なんだ。いいよ。あ、そういうことね。平安楼に向かいましょうか。こっから平安楼一番近いとこはどこだ？タクシー。そう、中華街エリアも一応開放はしてるんですね。だから多分横浜のこの区域のマップは多分全域行ったんで、あとは行ってないとこはどこかって言われたら何とも言えないけど、しかしすげえよな中華街。何回か行ったことあるけど、人混みはすごいし、栗の押し売りはすごいし、なかなかハードなとこでしたよ。あ、猫ちゃん。あ、バイトヒーロー、そうだそう、バイトヒーローのやつもね、そう、バイトヒーローの猫ちゃんもね、今実は探してるとこなんですよね。で、イベントもカットできると。来たぜ、平安楼。平安楼か、ずいぶん高級店だな。飯ぐらい奢ってくれんのかね。何に来たんだ、ドレスコードにその格好 NG ね。なんでだよ。2回だとはヤクザの方および元ヤクザの方は入店現金ですって。マジで冗談に決まってんでしょ。ダメ人じゃないでしょ。普段これで来ねえからからかうなよ。そうね、まあ一元ですけどダメね。やっぱり消えてくるべきだったか。だから、ご飯を食べに来たんじゃないんだってば。とりあえず行ってみようぜ、そうだね。今回もう一人のパーティーがメインストーリーにほとんど絡んでないから映んないんだよね。本当にここだよな。誰もいねえじゃねえか。そんなビビった声出さないでよ。怖いの？元刑事でしょ。直近は何年も教習所員だった。足立さんは怖いんだよ。高級店ってのが苦手なんだろ。まあ定食屋が専門なんだな。美味しいからね。情けないわね。すまん。時間通りのご到着ですね。お半準儀。でも皆さんはもうお待ちですよ。別に遅刻じゃねえんだ。謝る気はねえよ。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえ、あの方たちをお待たせしていることはお伝えしておこうと思いまして。あの方たち？あの方たち？誰なんだよ。さあ、どうぞこちらへ。ご心配なさらずに、春日さん。今ここに危険がないことは、この半純義が保証します。さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても信じらんねえな。まあおっしゃる通りだな。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで。まあ管轄外ってことだよな、要するに。帰りなさい。孫妃の声ね。だな。誰が待ってんだ？オープンアップ。しい。 やあ、春日君、元気？長さん。長。それに孫妃。うん？嘘！会長。何？あのおじいちゃん誰なの？彼。清流会の会長じゃん。星野竜兵、清流会の会長だ。ということは、じゃあこの3人は。ああ、偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。カズナよ、これは一体どういう状況だ。どういうこと。ああ、これ俺だな。セーブして多分ストーリーをちょっと見て終わりだな。八章漂白の裏側。漂白っていう言葉がちょっと引っかかるね。どうぞ中まで。はい、失礼します。ねえ、構想中じゃなかったの、この人たち。静かに。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は抗争が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないですか。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。なるほどな。だが肉の壁の均衡を保つため、情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだって。まあそういうことよな。今下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの清流会は若い者を2人蜂の巣にされた、そしてハンピンリューマンは庭先まで勝ち込まれた、こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。そりゃそうだ。何の理由もなく矛は収められん、そういうこと。うちだって同じ。まあな。なるほどね。じゃあここで何やってんだよ。トランプでもやってこの抗争の勝ち負け決めんのか。そのアイディアいいね。ふざけんなよ、すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。知るわけねえよな。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。落ち着け春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。飯食わしてんの。俺としては返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。そう。兵隊らが本気で睨み合ってこそ。まあ冷戦と同じだよな。いつかこっちも戦争をいつでも追っ始められますよっていう外部からの圧力に対して状況だからな。強度を持つ。だったらお互いに見せっこすれば。日本も独裁の構造から三権分立になった、それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか。今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。ああそうだ、戦後の話だよ、この町の構造が生まれたのもな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代清流会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。 そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は後にハンピン・リューマンとなる中国人たちだった。ハンピン・リューマンは生きる場所を求めて異人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない。そうだな。ハンピン・リューマンと清流会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか？退屈か？だが歴史を知らずにこれの話はできん。偽札か。お前の持っていた偽札だ、カスカ。清流会はそいつを承知だったんですか？ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に。清流会に流れてるってことか。清流会が全部裏で糸引いてたってことですか？全部ではない。どういう意味だ？中国元の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そうだな。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地はハンピン・リューマン。でもそれを全て手に入れてるのが清流会。あんたら全員グルだったのか。春日君、結論急ぎすぎ。落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられんか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。そういうことではないだろうな。偽造された円の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊さっきのやつだ。荻窪豊か、さっきある記事で見ましたよ。民自党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。なんでそんなこと。それがこの地の歴史だからな。え、もう60年も前になる。偉人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった、あの人が清流会の初代とハンピン・リューマンのボスへ話を持ちかけてきた、政治家が偽札作りを清流会とハンピン・リューマンへ。何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。政界進出のためか。もともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と偉人町へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分断させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。分けてたんだ。で作る方法は荻窪が。そうだ。その施策が偉人町の平和には必要だと荻窪は信じていた、だから何としても実現するため彼はありとあらゆるコネを使い紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。賄賂か。警察に？清流会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を。彼の目的は警察を意のままに操ることだった。それしかねえよな。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた、そして荻窪は警察に異人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いや違うよ。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしてもすぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。それがこの地域か。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は異人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか。できるわけねえよな。ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。そういうことやな。荻窪ってかなり頭の利いてる人間だよな。見かけによらず。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。荻窪から授かった恩恵を理解できたが。確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになる。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はちりぢりに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃、母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって異人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。仕事がないとな。同胞の数が増えるたび、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。まあ相入れない人たちと。ハンピン・リューマンと戦争も。いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。やっぱ早いな、仕事ができるな。我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保障、その提案を拒否する理由はどこにもない。ないかな。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それが異人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共にコミジュルも異人町の一角を担うに至った。そして異人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は異人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいんだな。まあそうだな。では例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そうだね、できねえよな。そりゃあ、今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が偉人帳の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は、そうだね、まずそこだよな。なんです。春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。まずはそうだね。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。そうだね、特にそうだ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃねえ。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすりゃ難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。そういうことになるよね。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。え？あ？なんだと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に？どうしても教えてほしければ難波を捕らえてこい。お前ら自身の手でな。仲間を差し出せってことか。でもそんなことしたら。そうかい春日、だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りてえことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。そうだね。偉人帳のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうなあんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東上会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの？あ？カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です？難波にはすでに刺客を放ってある。なんだって？刺客って誰だ？はーい、うちが引き受けました。まあそうだよな。半品リューマンが。しょうがないじゃん。まあね、まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ、止めさせろ。無理だな。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする？放っておいたら難波は死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。話を聞け。お前が難波をつかめろ。半品リューマンよりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。さすがこの先はお前次第だよ春日一部。とにかくまず難波を死角から救うのが先ってことか。要はそういうことだな。はい、ということで、半12と話せ。まあ、話そうか。一旦話そう。聞きたいですか、春日さん。難波さんがどこにいるか。もうあいつ見つけたのか。いえ。目星はついているとそう申し上げました。まだ見つけてはいません。ハンピン・リューマンも独自に難波さんを探しているはずです。どこにいる？おい。偉人帳から出た形跡がまだありません。コミジュのシステムが症状する状況で難波さんが間違っているのは不可能です。警察に行くとか火力をものもないでしょう。ええ、ブリーチジャパン。そうか、関わってくる可能性もある。コミュニティでは今ブリーチジャパンの事務所に監視の目を増やしさせています。生首に向けた可能性もありますね。そうだな、私の判断することではありません。ですが放っておけば先越されるわな。そうだね。おいなあ、白陵ビル2階が横浜支部。なるほど、馬車道か。オッケー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 。だいぶ分かってきたよ。はい、ということで、今回はちょっとすごい長引きましたけれども、ここまでにしたいと思います。次回は、ストーリー、この続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。概要欄に他の実況レースを載ってますので、チェックよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。